対戦聞いた時の、はい、まず純粋なお気持ちから聞かせてください。まあ、やることないだろうって思ってた、ね、石井選手だったんですけど、最初オファーをやっぱ聞いた時はすごいその色物感があって、ね、予想の斜め上から来た感じでしたね。その相田選手には、ね、過去に僕は勝ってますし、まあ、膝切り一発で、ね、沈めてますから、で全くその相田選手とはあるいはタイプが違うから、どういう戦いになるかというのはね、ちょっと分かんないですけど、まあ、膝切りで、うん、当たれば効くと思うんで、うん、そこでフィニッシュしたいなって思いますよ。やっぱりあの最近は、試合の中で そこまで膝切りっていうのは出てない中でも、うん、やはりご自身の武器の一つとしてはあのありますよね、その自信というところ。そうですね、まあ、K1 に参戦をして結局倒した技フィニッシュはほぼやっぱ膝切りやからですね、当たれば効くで、当たるためにはどうするか、パンチだったり、うん、そこはまた今すごい勉強をしてる、うん、先生に見てもらってる段階ですね、うん。先ほど一発目の印象が正直色物だと感じたとおっしゃられてましたけど、はいはいはい、実際石井さんと相高さんの試合を見てその印象は覆りました。あのバチバチ打ち合いに行くんだろうかとは思いましたけどね、うん、そしたらなんかどっちもなんかこう探って探ってなんかぐちゃぐちゃな感じになって、あのいいとこも、ね、悪いところも出た試合だったなっていうふうには捉えてますね。まあいいとこで言えばもうその何が何でも勝つっていうか、ね、勝ちを手繰り寄せる、積み重ねてる、うん、あのとにかく出してプレッシャーかけて、それはやっぱ出るんでしょうね、ファイトスタイル、柔道も多分そうだったと思うし、うん、人間性でしょうね、うん。やっぱりそこは伊達にメダルに見せときはないっていうところです。まあ、そうですね、打撃じゃなくて、ね、そういう競技は違えど1対1でやってきたその経験っていうのは明らかにやっぱ向こうの方が上やからですね、うん、まあ、そこはやっぱ種目が変わっても恐怖はあると思うし、うん、を乗り越えてきたからメダリストなんじゃないですか、うん。石井さんの実際のやっぱファイトを見てどうやっぱり違うなと、その真剣に立ち技を極めようとしているなというところは感じられました。まあ、そうですね、その相田選手との試合の時もそうですし、まあ、環境を日本から、クロアチアに移してもうそこでやろうっていうその気持ちというか、うん、姿勢はすごいですよね、うん、で、うん、そこできっと辛いと思うんですよ、もちろんあの練習も生活も、それでもそこに身を投じて準備して、で日本に逆にみたいな感じで K1 に来て、うん、そういう意味ではもう本当に姿勢というか石井選手の本気を感じますけどね、うん。だからこそやっぱり真っ向からあの叩き潰したいという思いが強い。そうですね、僕はもうずっと日本、まあ、その K1 立ち技でやってきてメダリスト だからとか、あのそれでもねやっぱ立ち技はやっぱ別物やと思うんでね、うん、そこの違いをやってきた身からしては、うん、リング上で示していきたいですけど、うん。石井さん、相高さんの試合って、はい、ズバリどっちが勝つと思ってました？これはまあ、相高選手は勝つんじゃないかなと思ってましたよ、うん。そしたらなんか、普段使いもしない前蹴り、ローキック、しょっぱなからバンバン蹴ってて、あれって思いましたもんね。あ、相高さんの方が、そう、様子がおかしい、うん。なんかその、何を封じるために距離取ってみたいな、うまくやろうとしたんでしょうね、相高選手は。そういうタイプ僕じゃないですか、結局。あの、戦い方は。多分いつも通りの
今度ぶん殴りに行った方が豊川選手は多分分があったんじゃないですかね、うん、という部分で言うと、うん、やっぱルイさんが今回対立する上で、はい、やっぱ今までのご自身を出していくのがもう勝ちへの一番の力っていうのは今までではなく今まで以上ですよね。今多分一番仕上がってきてるとは思いますし、自分でもちょっといろいろ環境を変えたりして、うん、自分にないものっていうのを僕の周りにいるあの先生とかあのトレーナーにあの相談をしていいとこ悪いとこ洗い出して、でまた一からというかその積み重ねていってる状況なんで、うん、いい状態の類が出せるんじゃないかなとは思いますね。石井選手が勝っているところです、類選手が勝っているところっていうのは改めて類さんの分析として教えていただけます。石井選手が勝ってるところ、まあ、1対1 の、 その格闘技だけじゃないですけど、まあ、柔道を含め1対1 の、 その経験ですよね。でフィジカルでしつこさで、ルイ、まあ、僕が勝ってる部分といえば、まあ、スピード、距離で、まあ、身長ですか。うん、相手がパンチできたからパンチで対抗みたいな、そんなじゃんけんじゃなくて、もう常にその自分がパーを出している状態で、うん、自分の武器をぶつけて勝ちを探り寄せるというか、もうそういう展開に持っていきたいですね、うん、あくまで自分のペース、自分の試合、もちろんですね、もう付き合うことはないんじゃないかなって、付き合うと負けちゃう、うん、それはもう断言できますね。今まででもそうだったんで。あとは何よりも、今日撮影させていただいているこの場所、実際にどんなことを、はい、こちらではやられているんでしょうか。もうあの先生がもともとプロボクサーでやられてて、で、パンチの、まあ、技術はもちろんなんですけど、それだけ細かいところではなく、ここを鍛えるとパンチがもっと伸びますよみたいな根本な部分をすごい見てくださる方ですね。で、あとはパンチだけじゃなくて、まあ、こっちにラックがあってフィジカル、うん、を主に見てもらってますけど、家にやっぱ違いはすごく体感できてますよね、うん、やっぱ人に見てもらうと全然違いますね。どういう面で違う、なんか上がんなくなった重量でラスト1回上げられるとか、そこは多分すごい格闘技でもでかいところだと思うんですよ、うん、でここはできてるやろうって思ってなかった部分があのいろいろ数値化して測ってもらって実はできてなかったりとか、うん、あの感覚でやってたことがここでは数字で見てもらえるので、あのどれだけ自分が変化できてるかっていうのはもう直であの実感体感できてますね。ボクシングプラスここでフィジカルも一緒にやりましょうかっていうふうに言ってもらって、それからですねやっぱり高重量も扱えるようになってきましたし、ただフィジカル重量級はやっぱ厚みですよね、うん、あのどんだけ速くても必ずその近い距離っていうのは出てくるので、そこで圧力がないとダメだって言われ続けてきたんで、そこは今ここでつけてる状態ですね、うん、まあ、まさしくその部分で言うと、はい、まあ、今回の石井選手、はい、フィジカルで言うと、まあ、正直あもうフィジカルモンスターですね、うん、めちゃめちゃ強いと思いますよ。で言うと練習してきた効果がいかに出せるかっていうところが楽しみではあります、まあ、最低限のフィジカルは準備しておきたいなっていうのが気持ちですね。正直フィジカルで勝とうとは思ってないんですけど、やっぱスピードですか、それもやり方やと思うんで、うん、はい、じゃあすいません、あの最後改めてになるんですけど、はい、まあ、今回の試合どんな試合を見せて、勝利を勝ち取りたいかというのをまとめていただければ、やっぱりもう膝切りでしょうね、うん、フィニッシュは膝切りになるんじゃないかなと、多分そこをみんな、ね、関係者も僕の周りを見たいと思いますし、うん、ただね、鼻からそこを狙っていっても石井選手のそのなんていうのかな、ここに負けてしまうと思うんで、強みにやり方削って削って最後フィニッシュで膝蹴り、そういう展開をもう常に
作っていきたいなと。それがもうルイが石井聡に勝てる勝つパターンやからですね、そこを期待して見てもらえれば嬉しいです。